ていう名前も変えて、やっぱりインパクトっていう部分ではもうこれでもう何としてでもね、やっぱりあの新日本プロレスのトップに食い込まなきゃいけないっていう、うん、本当はもうそういう覚悟で帰ってきたんで、とにかくもう毎日必死に、ね、もう死に物狂いで絶対に潰されたまるかっていう、はい、そういう気持ちでもう毎日やってましたけど ねでその NWO 後、まあ、天小寺あの小島選手とね、はい、まあ、タッグ戦線もありましてですね、はい、で90年代後半、はい、新日本プロレストップレスラーとしての、はい、まあ、認識を僕は今もなお持ってるんですけども、はい、今年は先の 9.23 岡山大会、はい、2年ぶり IWGP タッグのベルトに挑戦されました、はい、2年ぶりでしたね。2年ですね。まあ、それまでは先ほどのまあシングルも含めてちょっと対 NWA みたいな部分もありましたけども、はい、久しぶりのチャレンジっていうのはいかがでしたか。そうですね、天小寺としてもまあ本当普段からいつも組んでるんでね、やっぱり2年ぶりっていうのがやっぱり意外なっていうかね、もう最近1年2年っていうのはなんか本当早いなっていう。早いですか。どうなってんだっていうぐらい、もう今年のすごいなんか振り返ると、はい、5月の、まあ、ドンタク終わってその後回って G1、うん、G1 がめっちゃ長くて、 G1 終わったと思ったら今度はアメリカすぐ行って、はい、2週間ぐらい行って、その後帰ってきたらすぐまたシリーズが始まって、うん、両国がこの間で両国終わって台湾ですか。うわ忙しいで、そういう合間にまたこういうプロモーション活動もあったりと、もうね休む暇がないっていうか、年越しどうしようかなみたいな ね。でもそうやって海外での新日本プロレス人気っていうのも今まさに感じていることだと思うんですよね。そうですね、うん、結構台湾なんかでも本当にお客さんがねみんな喜んで、すごいやっぱりパワーがあるっていうかね、うん、応援してくれる、やっぱり本当にありがたいなと思いましたよね。結構何年か前からその、はい、新日本プロレスのねやっぱ中継が向こうでも流れたりしてて、うん、で第三世代の試合なんかでも結構やっぱりみんなうわーみたいな感じで、カード発表の時なんかでも、自分たちのカードの時なんかうわーって盛り上がりがね、はい、ちょっと他の試合と違ってまたすごいわーってきたんで、すごいやっぱり皆さん知ってんだなみたいな、そうやってチェックしてくれて、うん、生で今から見れるんやっていう喜びをね、はい、会場で爆発させてくれる、すごい嬉しかったですね。新日本プロレスワールドも結構海外の加入者の方も ね多いみたいでね、はい、だから映像なんか本当に全世界で今チェックしている、はい、その中でまだまだ第三世代で頑張ってほしいですよね、はい、ですね、まあ、タッグのベルトはね本当に取れなかったですけれども、うん、結果的には取れなかったけども、まだまだやっぱチャンスまたあれば、そうなんですよね、はい、はい、で現在新しいシリーズロードトゥーパワーストラグルに突入しておりまして、はい、大阪今週末11月7日土曜日エリオンアリーナ大阪パワーストラグルが開催されます。はい、で個人的にはその後の、はい、ワールドタッグリーグ2015、はい、やっぱりタッグといえばね、ねえ、タッグといえば天小寺でしょ。僕たち天小寺ですかね、はい、うん、はい、もうやっぱ年末のやっぱりいつものねタッグリーグをビシッと締められるように天小寺やっぱりねやんなきゃいけないなっていう気持ちです。もう組んでどれぐらいになられます。自分あんまり記憶力悪いんですけどもまあ10年ぐらいはやってるんじゃないかと。あ、15年ぐらいかな、15年ぐらいかなと今ね確認されておりますけど、まあ長きにわたってそうですよ。天小寺としてそうですね、まあ、20年近くやってるんじゃないかと、はい、もうあうんの呼吸。そうですね、うん、もうあうんも超えてますね。お互い何あるか分かってるっていうか、はい、その中でなんかもうワールドタッグリーグですから、もちろんその新日本だけじゃなくて、はい、ね、国外の選手もいらっしゃるわけですけど、ね、最近のこのタッグ戦線見てて、はい、そのいわゆるその90年代、まあ、バリバリ天山選手がやってらっしゃったところ、まあ、今もそうなんですけども、はい、何か変わった部分とかって感じたりしますか。そうですね、うん、まあやっぱりシングルもそうですけど、タッグ屋っていうそのチームっていうのがなかなかやっぱり定着しづらいっていうかですね、うん、新日本プロレスの中では、まあ、自分と個人がやっぱり天小寺っていうのがやっぱずっとこうやってきてますけれども、うん、そういうこうチームがまあ他にいるかって言ったら、そんなに常にタッグチームとして活躍してるっていうのがやっぱりなかなかやっぱり少なくなってきてるんで、それはそれでもう自分たちにとってはまあ有利なんですけれども、うん、まあとにかくやっぱりねタッグリーグ
ここでやっぱりね天候寺 の、 そ、ね、あの底力を見せなきゃいけないっていう、どこで見せるんだっていう感じですよね。しっかり頑張らないと、はい、天候寺としてこのワールドタッグリーグ2015制覇を僕らも楽しみにさせていただきたいと思います、はい、こちら12月の5日土曜日神戸サンボホール、そして来年の 1.4 ということで、はい、ほんまに早いですね。本当めっちゃ早いですね。どうしましょう、どうしましょう。もう44なんですよ。もう見えないんですけどね本当に。ちなみに日々のケアってどうされてますか、はい、この前あのファンキー加藤さんがこの番組に来られた時に、はい、天山選手腰の調子はいかがですかっていう、まあそのメッセージちょっと預かってるんですけど、はい、いや本当腰が痛いとかあんまりしないんで、よく腰悪いのご存知だなと思って、ありがたいですね、ありがとうございますってお伝えください。またわかりました。いや本当怪我はまあもうずっとこうもう24年やってきて、完治するにはもう難しい問題なんで、やっぱり試合出るとどうしてもやっぱりあっち こっちが良くなる悪くなったり、こっちが良くなったりみたいなあるんですけど、やっぱりもう今休める時間の時にやっぱもう集中に治療してやってるみたいな感じなんですけども、それでもやっぱり今よくて 80% ぐらいまで良くなるみたいな。ただまあ完全にはね、そういうのはでも全ての選手がまあ抱えているものでもあるかもしれませんし、はい、そう考えると本当に第三世代の皆さんのね体の張りを一度会場でね見ていただきたいと思うんですよ。さっき年齢聞いてびっくりされた方多いと思うんですけど、はい、全く言われんとわからんぐらいね、そうですね、そういうコンディション維持をされて、まだまだ激しい戦いに身を投じていらっしゃる、はい、そんな天候寺の活躍をちょっとこれからも期待させていただきたいと思います、はい、じゃあちょっと最後一言、はい、リスナーの皆さんに天山選手からメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、大阪は大好きな街なんですけれども、今回もこうやって大阪に来ることができまして、これから天山広石、そして小島とですね、天候寺としても、しっかりとですねタッグリーグも盛り上げていきたいと思います、もちろん優勝も目指していきたいと思いますんで、皆さんぜひ、大阪にも来ていただきたいと、会場に来て、応援していただきたいと思います、よろしくお願いします。カモン、ありがとうございます。ありがとう。今日のスペシャルゲストは新日本プロレス、はい、天山広石選手でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとう。この後のワールドタッグリーグ2015、はい、やっぱりタッグといえばね、ねえ、タッグといえば天候寺でしょう。僕たち天候寺ですかね、はい、うん、はい、もうやっぱ年末のやっぱりいつものねタッグリーグをビシッと締められるように天候寺やっぱりねやんなきゃいけないなっていう気持ち、ね、もう組んでどれぐらいになられます？自分あんまり記憶力悪いんですけどもまあ10年ぐらいはやってるんじゃないかと。あ、15年ぐらいかな、15年ぐらいかなと今ね確認されておりますけど、まあ長きにわたってそうですよ。天候寺としてそうですね、まあ、20年近くやってるんじゃないかと、はい、もうあうんの呼吸、そうですね、うん、もうあうんも超えてますね。お互い何あるか分かってるっていうか、はい、その中でなんかもうワールドタッグリーグですから、もちろんその新日本だけじゃなくて、はい、ね、国外の選手もいらっしゃるわけですけど、ね、最近のこのタッグ戦線見てて、はい、そのいわゆるその90年代、まあ、バリバリ天山選手がやってらっしゃるところ、まあ、今もそうなんですけども、はい、何か変わった部分とかって感じたりしますか？そうですね、うん、まあやっぱりシングルもそうですけど、タッグ屋っていうそのチームっていうのがなかなかやっぱり定着しづらいっていうかですね、うん、新日本プロの中では、まあ、自分と個人がやっぱり天候寺っていうのがやっぱずっとこうやってきてますけれども、うん、そういうこうチームがまあ他にいるかって言ったら、そんなに常にタッグチームとして活躍してるっていうのがやっぱりなかなかやっぱり少なくなってきてるんで、うん、それはそれでもう自分たちにとってはまあ有利なんですけれども、うん、まあとにかくやっぱりねタッグリーグここでやっぱりね天候寺 の、 そ、ね、底力を見せなきゃいけないっていう、どこで見せるんだっていう感じですよね。しっかり頑張らないと、はい、天候寺としてこのワールドタッグリーグ2015制覇を僕らも楽しみにさせていただきたいと思います、はい、こちら12月の5日土曜日神戸サンボホール、そして来年の 1.4 ということで、はい、ほんまに早いですね。本当めっちゃ早いですね。どうしましょう、どうしましょう。もう44なんですよ。もう見えないんですけどね本当に。
ちなみに日々のケアってどうされてますか、はい、この前あのファンキー加藤さんがこの番組に来られた時に、はい、天山選手腰の調子はいかがですかっていう、まあそのメッセージちょっと預かってるんですけど、はい、いや本当腰が痛いとかあんまりしないんで、よく腰悪いのご存知だなと思って、ありがたいですね、ありがとうございますってお伝えください。またわかりました。いや本当怪我はもうずっとこうもう24年4年やってきて、完治するにはもう難しい問題なんで、やっぱり試合出るともうそういう覚悟で帰ってきたんで、とにかくもう毎日必死に、ね、もう死に物狂いで絶対に潰されてたまるかっていう、はい、そういう気持ちでもう毎日やってましたけど ねでその NWO 後、まあ、天候寺小島選手とね、はい、まあ、タッグ戦線もありましてですね、はい、で90年代後半、はい、新日本プロレストップレスラーとしての、はい、まあ、認識を僕は今もなお持ってるんですけども、はい、今年はさっきの 9.23 岡山大会、はい、2年ぶり IWGP タッグのベルトに挑戦されました、はい、2年ぶりでしたね。2年ですね。まあ、それまでは先ほどのまあシングルも含めてちょっと対 NWA みたいな部分もありましたけども、はい、久しぶりのチャレンジっていうのはいかがでしたか。そうですね、天候寺としてもまあ本当普段からいつも組んでるんでね、やっぱり2年ぶりっていうのがやっぱり意外なっていうかね、もう最近1年2年っていうのはなんか本当早いなっていう。早いですか。どうなってんだっていうぐらい、もう今年のすごいなんか振り返ると、はい、5月のまあドンタク終わって、その後まあって G1 がめっちゃ長くて、 G1 終わったと思ったら今度はアメリカすぐ行って、はい、2週間ぐらい行って、その後帰ってきたらすぐまたシリーズが始まって、両国がこの間で両国終わって台湾ですか。うわ忙しいで、そういう合間にまたこういうプロモーション活動もあったりと、もうね休む暇がないっていうか、年越しどうしようかなみたいな ね。でもそうやって海外での新日本プロレス人気っていうのも今まさに感じていることだと思うんですよね。そうですね、うん、結構台湾なんかでも本当にお客さんがねみんな喜んで、すごいやっぱりパワーがあるっていうかね、応援してくれる、やっぱり本当にありがたいなと思いましたよね。結構何年か前からその、はい、新日本プロレスのねやっぱ中継が向こうでも流れたりしてて、で第三世代の試合なんかでも結構やっぱりみんなうわーみたいな感じで、カード発表の時なんかでも、自分たちのカードの時なんかうわーって盛り上がりがね、はい、ちょっと他の試合と違ってまたすごいわーってきたんで、すごいやっぱり皆さん知ってんだなみたいな、そうやってチェックしてくれて、生で今から見れるんやっていう喜びをね、はい、会場で爆発させてくれる、すごい嬉しかったですね。新日本プロレスワールドも結構海外の加入者の方も ね多いみたいでね、はい、だから映像なんか本当に全世界で今チェックしている、はい、その中でまだまだ第三世代で頑張ってほしいですよね、はい、ですね、まあ、タッグのベルトはね本当に取れなかったですけれども、結果的には取れなかったけども、まだまだやっぱチャンスまたあれば、そうなんですよね、はい、はい、で現在新しいシリーズロードトゥーパワーストラグルに突入しておりまして、はい、大阪今週末11月7日土曜日エリオンアリーナ大阪パワーストラグルが開催されます。はい、で個人的にはその後のワールドタッグリーグ2015、はい、やっぱりタッグといえばね、ねえタッグといえば